コンドロイチン硫酸ヒアルロン酸グリコサミノグリカンは、調査の通常を枝分かれが見られない多動。動物の結合組織を中心に、あらゆる組織に普遍的に存在する。競技の無コ多等。ギャグと略される。硫酸元が孵化した二等の繰り返し構造からなる。うち一つはアミノ糖であり、もう一つはウロン酸、またはガラクトースである。多数の硫酸元と、 カルボキシル元を持つために強く負に帯電している。多くのグリコサミノグリカンはプロテオグリカンとしてコアタンパク質と呼ばれる核となるタンパク質に付加した形で存在している。唯一の例外はヒアルロン酸でありプロテオグリカンとしては存在していない。プロテオグリカンは分泌型あるいは細胞膜結合型として存在する。 競技ではグリコサミのグリカンそのものを指すが、講義ではヘテロ多糖のうちアミノ糖を含む多糖の総称で動物性粘性物質のことをムコ多糖と呼ぶ。これにはムチンなどが含まれる。さらに講義ではアミノ糖を含まないアルギン酸をムコ多糖に含むこともある。ありがとうございます。